第9章とできた折り紙の箱。今回はこの中サイズ、中サイズ D4 ですね。 D4 の紙で作った中サイズの箱に合うケースを作ってみたいと思います。細長く切った広告のチラシ、光沢のあるタイプです。角っこから丸めていきます。巻いては止め、巻いては止め、片手で巻いて片手で止める。最後のところを糊をつけて止めます。つけすぎ注意、ちょっとでいいです。くるくる棒です。ちょっと固めの紙で巻いたくるくる棒です。4本、片手に4本、片手に4本持ちます。交差させて、本曲げて、編み芯にします。これで一周です。短くなったところで継ぎ足します。今度はちょっと柔らかい紙で作った芯で巻いていきます。2周したところでストップ、一旦ストップして、縦芯を放射状に広げます。そして今度は1本ずつ、上下上下、
まま箱の底の大きさになるまでずっと巻いていきます。今回は箱が四角いので、底が四角くなるように徐々に角を作っていきます。縦の芯が短くなってきましたので取り出します。折り紙の箱が入る高さになったので、ここで縁を留めます。外から内側へ差し込んで、巻いてきた芯を差し込んで終わりです。はい、そして縦芯の始末をします。隣の芯から外側へ出します。倒して内側から外側へ
倒して内側から外側へ一周します。全部の芯が外側へ出たら今度は内側へ入れていきます。隣の芯が外から内へ。ああ、切れちゃった。よいしょ。内側に出た足の余った部分を切ります。あまり短く切るとほどけてしまうのでちょっと余裕を持って切っていきます。完成です。ここに折り紙の箱をセットします。折り紙の箱だけで使うよりも転びにくくなります。ゴミがたまったら中の折り紙の箱だけを捨ててカゴは繰り返し使います。